ボクちゃんうんちをつけたので今洗われたからついでにやります。まだ何ヶ月かも、もうすぐ7ヶ月のパピーです。もうドライヤーで洗って乾かすんで、これポメラニアンってまあできれば毎日洗うぐらい本当大変な犬種です。ちゃんとやろうと思った。関門があるので関門させたくないと思ったらそのぐらいやらないと1年間フルのいい状態でお金ママーショーに出るって難しいです。もしこれがそうやってキャンペーンをするようになったらうちもそれでそういうふうにやらないといけないですね。で、大事なのは乾かすのはまあピコート立てればいいんですけど、その後のブラッシングです。要はプードルは毛をまっすぐにする癖つけますが、ポメラニアンは毛立てるようにつけて癖つけなきゃいけないので、ずっとずっとやってます。もしこれショーに出すんだったら30分以上はブラシ同じように同じ方向にブラシずっと入れてます。そうするとどんどん吹いてきます。このちょっと高い方使わないで、まだ子犬だから、随分よくショーするようになってきたのでちょっと楽しみにはしてるんですけど、まあオレンジの色もいいし、ただまあこんだけポメラニアンをやってて、これだけやっててもこんな健全に成長してくる子なかなかいないですね。ご飯食べなかったこともないし、哺乳もいらなかったし、勝手に育って兄弟3匹いたけど、今のところ前なんかはすごいいいですね。爪は、もうかなり短くしてます。プードルよりも短いです。どちらかというとここ作らなきゃいけないから、今すごい毛伸びるの早くて、この前まで、感冒ですごくて大変だったけど、もうほぼ抜け終わりました。これから生えてくる状態です。まあ同時に生えてきてますけど、ずっとこうやってブラシ入れてますね。これにはこっちのブラシ、このブラシが、この子今パピーなんで、親になったら別ですけどパピーなんで、このブラシすごい使いやすいです。長さピンの長さで自分の向けたい毛を向けたい方向に、僕の名前は踏み絵倒すぞうくんです。頑張って練習してもすごい反応がいいので面白いです。一生懸命覚えて一生懸命歩いて、まだね、バランスが、後ろなんかのバランスなんかはこれからとっとで変わってくるので、こうやって思う方向にこう上の方全部上に立てていくと、こう癖ついてきます。まあもうやるたびやってるのでだいぶちょっとはついてきたんですけど、立ち上がってこれを1日何回もブラシ入れていくと、まあ触るたび入れてたら、なのでうちなんかだったらまだまだ手をかけてない方です。どちらかというとやるたびやるたびこうやってかけていくと、一日中触ってご飯やる前にブラシ入れる、何する前に入れるってやっていくと、ほんときれいに立ち上がってきます。でこの状態でカットしないと、まあ、シャンプーは今日はごく普通ですね。家の管理なの、まあ、こんな感じでイメージして作っていくと、どこ切ろうかなって自分で考えながら、でまず足いきますね。足はうちは自分がクリッパー使っちゃいます。まず足の裏、プードルと違うと奥までいないからはみ出だけだけで、爪短く取ってありますから、これに沿ってただもう
ちゃんやるだけ。それ綺麗に、はい、足まで綺麗に一発。ハサミでこちょこちょやらないで。はい、これで終わり。はい、もう前足終わりです。はい、後ろも。立たした時の足のイメージをイメージして取っていかないとダメですね。今日これ一回ありかな。しただけなんだけど。はい、まだちょっと。お尻をちゃんと立たせて作っていかないと今施設の成長期でちょっと変使うハサミは、まあ、あんまりいいの使わないですけど、すごい悪いの使います。今日まだチビちゃんだから、ブレンダーとスイミングシーザーだけ、はい、とりあえずストレートシーザーで切らなきゃいけないとこは、ミニハサミです。ちっちゃいハサミ使います。これ耳がこう、ね、鼻耳ってあるんですけど、ここが頂点で、ここをちゃんと押さえて耳切らないように平らに落とします。自分はこれだけなんですけど、ただまあ、昔のタイプだとこの横も取ります、ちょっとだけ。で三角形に作ります。で自分はね、あんまり、ね、三角形に作らないで平らが多いんですけど、なんかでも最近またこの平らに取るだけじゃなくて、ちょっと角を取るように戻ってきましたね、やり方が。ちょっとそこら辺はね、流行があります。はい、取りました。もうストレートシーザー使うのこれだけです。リコームーム、顔だ、顔から、顔やっぱ大事なので、この耳よりもちょっとはみ出たところを取ります。ひげはね、取っても取らなくてもいいです。この子そんな顔悪くないので、自分は取らないです。このはみ出てるところを取ってきます。ちょっと耳の前のこのはみ出た毛も取ります。あんまりここ取っちゃうと耳が大きく強調されちゃうので、そんなに取らないで、ちょっとぐらい、はい、まだパピーですからそんなに切るとこないです、はい。それでこの前もね、ちょっと起こしてきます。ちょっとだけ丸み出すように。でも隙間、普通のシーザーで丸く作っちゃうと、まあでもペットの場合はその方が可愛いのかな。あんまり揃わないというか、自然ナチュラルに作ります。それからはみ出たところ取ります。上から見て、はい。で足回りも本当はこれまっすぐ取りたいけど、まだ取るほど消えないですね。はい、ちょっとだけすっきり、はい、横行きます。出ます。ここ取っていきます。これがまっすぐなるようにちょっとだけここ削ります。横取ります。ここを取らないと下に行って細くなるから、なんか肘が開いて見えるから。でこっから旗を立てるようなこう三角形作りましょう。まだ生えてきてないので、この程度
ダーラインはこう作りたいけどな、だってまだ子犬だからね、ちょっとだけ取っときます。後ろは後ろの毛がまだ今少ないから、こんな感じで、ここをちょっと腰のとこだけ、テールが乗るとこだけ短く取ってあります。はい、じゃあ今度後ろ向きます。身だしなみ程度って感じですね、まだパピーだから。でこの後ろ取ります。これね、足の毛だけ出すんだったら毎日足の毛洗うといいんですよね。自分はそこまでまだやってないです、全然。この子に本当に手かけてるポメラニアのファンシャーたちはすごいブラシ入れて手かけてると思います。はい、ここのところ取ります。尾の付け根でちょっとお尻の周り取ります、ほんのちょっとだけ。でこの根元は扇状になるように、この根元だけ、ここもよく立てて、まっすぐ。とテールも収まるので、だからここの毛をまだ短いからピンピン取っちゃうと、一生短いままなので、ここはちょっと自分伸ばしていきたいですね。なるべくね、お尻のところあんまり入れたくないです。このアンダーコートいらないからあれだけど、伸ばしたいし、増やしたいし。みんなこう切っちゃうんですけど、あんまりうちは切らないです。まあ、どちらかというと量を減らしていって、ハサミをあんまり入れないトリミングしてます。だから後ろのコートはこっち、前はこっちに向かって立てます。でここ同じですね、さっきとね、ちょっとこの出てるところ取ります。はい、ここ三角に取ります。お腹の下ちょっと取ります。まあ、パピーなんでこんなもんですね。ここも合わせて、でこの後ろはこのはみ出にこっちに向けて、こっちに向けて合わせたとこを出た部分だけ、次ここ。ちょっとだけ毛先詰めとくと伸びるの早い、ね、もうこんなもんしかないです、やるとこが。ごめんなさい、まだちびちゃんだから。本当でもそれだけ、足回りだけでも整えるとすごい感じな。すごい良くなります。ちょっとすっきり。こうやっていろんなトレーニングで教えていくと、この子あんまり怖がったりとかそういうのもないので、
とんどがこのブラシでセットするって感じですね。もうちょっと大で、立たした時に見て、こうやって立たしてみて、顔とか表情とか見て直すとこがあったら直すと思います。No, stay. いいか。テーブルで立てるようにします。作るためですか。いや、カットはいらないですね。全身は身だしなみ程度。スピッツはもうちょっと自然ですね。ポメラニアとまた違いますね。すごい明るいです。全然テーブルの上やらないし。痛いです。デブで今だもうこんな赤ちゃんなのでダイエットしてます。いくらでも食べちゃうから。顔はこんな感じです、ね。まあ、でもこの年齢でこのぐらい毛あったらいいです。ちゃんとオーバーコートもきっちり出てきてるし、はい。踏み絵倒すぞーくんです。